スパーキーは、ダイハツ工業が製造し、トヨタ自動車が販売していた、ミニバンタイプの乗用車である。ダイハツアトレー7の OEM 車であるが、オリジナルとは、バンパー、フロントグリル、リアガーニッシュ、シート及び、トリム素材などの内外装にサインがあるほか、価格と装備設定が大きく異なっていた。メカニズムなどの基本設計はアトレー7と共通である。トヨタ最小ミニバンでもあった。 エンジンは、K3V 型 1300cc 直列4、気筒 DOEGC90PS である。トランスミッションは5速 MT と4速 AT の2、タイプで、MT はフロアシフト、AT はコラムシフトとなる。駆動方式は、FR とフルタイム 4WD の2タイプ。2000年から2003年当時におけるトヨタブランドの、ダイハツ OEM 車は、 その強力な販売力により、本家をしのぐ売れ行きを示すことが通例となっていたが、例外的にスパーキーの総販売台数は後で7を下回った。このような事情もあり、同じく3列シートを持つコンパクトミニバン、シエンタの登場とビスタ店の熱店統合もあり、本家よりも早い丸3年で販売を終了している。その一因には価格設定があったと考えられる。 通常 OEM 車はグレード名を変えることはあってもベース車とほぼ同じ内容のモデルをほぼ同じ価格帯で販売されるものである。しかしスパーキーはベース車であるアトレイ7とは装備設定などを変え価格が10万円前後上がっていた。特にアトレイ7にはインパネ中央に取り付け部はあるものの目隠しを施し装備されなかった蛍光管式デジタルクロックが 他のトヨタ車と同様にスパーキーに装備されたりなどという違いがあった。これにはダイハツとの直接的な競合を避けるという意図があったとみられるが、結果的にユーザーはスパーキーよりもバリアス感のあるアトレイ7に流れた。販売店はトヨタビスタ店であった。スパーキーの名の由来は英語でエネルギッシュな生き生きとしたという意味である。 1975年に販売中止となったトヨタミニエースが減流。以来ライトエースが最小になり、ライトエース歴代3代目では当時競合車種のバネット同様に最小排気量でもある1.5リットルの設定もあった。同社が1992年にタウンエースとボディ共通化が行われ、排気量が2リットルのみになった。それ以来、 トヨタにコンパクトサイズのワンボックスワゴンはなかった。スパーキーのカタログ、リクルート株式会社、2020年1月12日閲覧。スパーキー、トヨタ自動車株式会社、2020年1月12日閲覧。ちなみに、後に発売されたセッテとルーミナスでも、セッテの CM 戦略が大失敗に終わったことで、本家のルーミナスの方が売れてしまった。 ありがとうございます。